陽教信用教師は、ニコ演奏家、作曲家、日本ニコ学院院長。娘は、ニコ奏者、作曲家、陽ウユ1955年9月28日中国、東北部両年省担当し生まれ、6歳の時、初めてニコを手にする。後に、ニコ演奏家のチーン月活に指示。11歳で、ソリストとしてデビュー。その後、劉ュキラゲン、王国堂。 チン・アカなど中国を代表する演奏家に指示、演奏技術に磨きをかけ、中国各地での演奏会に、中国国立信用音楽大学でソリストとしてのさらなる技術向上に励むとともに、作曲法を学び、大学と信用の政府から栄誉賞を授与される。独自に中国伝統楽器古今の可能性を追求。いったことして、 初めて和音を奏でることを可能とした三原版古曲つね号月夜での創作で中国古今の歴史的発展に努め。また、1981年に中国国家大賞を受賞したのをはじめ、遼寧賞音楽年賞、音楽家協会金賞など中国を代表する数々の賞を受賞。中国音楽家協会会員。1988年5月来日。 日本人女性と出会い結婚、永住を決意する。しかし3年後に妻が、蜘蛛膜下出血で倒れ、以後介護、リハビリの必要な身となる。その後、妻を励ます意味も込めて、日本での演奏活動を本格的に開始。自主、依頼を問わずコンサートを始める。よう自ら曲を手掛け、オリジナルアルバムは、現在まで13枚をリリース。ジャンルを超え、 国境を越え様々な文化を取り入れた楽曲を創作する。また、独自に開発した立式演奏スタイルは、1994年、日本で2個の新たな世界を開拓した。1998年10月、皇居に参上し、皇后陛下ご誕生日祝賀の席で祝賀演奏を披露。続く11月には、中国国家主席の江沢民が来日した際、 日本政府の指名により、歓迎版3回にて演奏するなど、様々な場で文化面での国際交流を実現している。中国国家大賞、遼寧賞音楽年賞、音楽家協会金賞、全日本ソリストコンテスト国際新全賞、スポニチ文化芸術大賞優秀賞日本、文芸大賞現代文学賞、NHK 地域放送文化賞、A6 助との親交は深く。 A の実母が高いした際には、コンサートツアー中で戻れなかった久しに代わり葬儀に3列、2個を演奏して見送ったという。ありがとうございます。